はい、今度はですね、この在留資格別ですね、いろんな入国することにこうカテゴリーがあるじゃないですか。留学だとか仕事だとか研修だとかですね、いろんなワーキングホリデーだとか、それでどのようなその資格別の不法滞在っていうもの、これも記事があったんでね、ちょっと話してみたいと思いますね。まずこの1位ですね、これ短期滞在、要は観光ビザです。各国ともその入国に関しては取引をちゃんとしてるんですね。日本からアメリカ行く場合がフェスタがあったりだとかですね、日本からウラジオストックみたいなロシアのね、まあ極東地域に行く場合は別にビザを申請しないといけないと、はい、観光で行く場合ね、そういうものですね。でこの場合は短期というと、そのパスポートがあれば30日有効滞在は可能ですよっていう、まあそういう名目ですね。そういうふうに、まあ何らかの形で観光ビザで入ってくる。要は観光ですね。はい。とりわけあれじゃないですか。そういったようなの設けて2週間ならいいですよ。パスポートあれば入れ、パスポートと往復のチケットがあれば大丈夫ですよとか、まあそういう方々です。それがですね、入国してですね、まあ 49,801人、まあ、不法に滞在してるってことで、これ、一番ですね、3211人。これも増加傾向ですね。この辺がやっぱり一番問題なんですよ。やっぱり短期っていうの、ちゃっかり入れるっていう内容ですね。なんか、トルコの国籍のあの方々ですね、クルド人はなんかこれだっていうことで揉めてるみたいですけど、ね、ちゃっかり入ってるの難民だって、まあ、ね、まあ、威張ってる。まあ、こういう言い方がどうなんでしょうか。技能滞在、次2位ですね。特殊技能、あ、特殊技能じゃない。技能滞在。まあ、話題なのはやっぱりベトナム人ですよね。まあ、技能実習生ですか。で、まあ、食品製造だとか、目立ってるのは食品製造ですね。あと、農業。あと、主な工場ですね。このあたり結構目立ってます。食品製造結構目立ってますね。あと、印刷屋さんなんかにもよく来てます。まあ、2年ごと変わっていますけどね。僕が、過去働いた派遣現場でですね。で、これが11,210ってことで、まあ、これも万、数万千、まあ、これちょっとね、3分の1ぐらいにこう減るのかな。短期と比べると。技能っていうのはやっぱりこれ、間にこういうエージェントみたいな、代理婚みたいな人がいるので、まあ、その代理人、に、まあ、ある程度のお金を払って、日本の、雇用口ですね。技能実習するその会社。まあ、スポンサーがあって、もう受け入れ先があるんで、入ってくる人たちですね。でもやっぱりうまくいかなくて、途中ばっくれちゃう人なんかも結構いるみたいですし、まあ、2年で終わったんで、2年で帰ってくださいよって言って、結局空港まで連れてったら、どっか行っちゃったとかね。最後の日になると、アパートにいなかったとか、まあそういうケースが多々あるみたいですね。主にこのベトナム人が多いような気がします。はい。あと、特定活動ビザってこれ、専門技術のビザですね。まあ特殊なビザを、持って日本で滞在するって、まあ有効期限当然あるんですけども、まあ特定活動なんで、期間が定まっていると思います。更新もできないやつもあるのかな。ワーキングホリデービザなんかもそうですよね。私もワーキングホリデー2カ国使ったんですけども、昔は3カ国しかなかったんですね。オーストラリア、ニュージーランド、カナダと。で、今は29カ国あって、まあ中には東ヨーロッパだとか、もしくは、南米のチリなんかもあるみたいですね。で、まあそういった特定活動期間だけですから、で、これが、8189人、ところが197人、プラスになっちゃってるっていうことですね。その活動期間を終えて、帰国しないといけないのを、まあ、ちゃっかり、なんかやってるみたいですね。だと思います。まあ、スポンサーがついてね、正規雇用だっていうことで、労働ビザが降りるなら話は別でしょうけどもね。ここからこっちに帰るとかね。次、留学ですね。まあ、留学に関しては、まあ、2288人、マイナスになってるっていうことで。まあ、結局、僕、こう思うんですけど、
留学するってある程度のまあお金持ってる世帯の人たちが日本に留学させると思うんですよね。まあ、専門学校しっかり、日本語学校しっかり、大学しっかり、高校しっかりっていうことで。ですんで、まあそこを、留学が終わると帰国するっていう、まあ、家柄のいい人たちじゃないかなとは思いますね。まあ大人の方でもね、まあ勉強して帰ったって方、僕の周り何人かいます。で、これが留学が終わったのに帰らないっていうのが、今、減ってるんですね。マイナス177人。やっぱりこれはやっぱり外国人でもし、まあ世帯の家が、家に金がある人たちじゃないかなと思いますね。それなりのまあ富裕層みたいな感じだと思います。で、それが5位。日本人の配偶者などって、配偶者ですか？肉親病者も入るのかなどっていうんで。はい。これがまたもう減ってる。マイナス50になって。1888人ってことですね。配偶者、まあ離婚しちゃうと結局もう終わりなんですよ。自分の国に帰らないといけないんで。まあ多々あるのは離婚してもビザを2年間だと思ったな。取れる、配偶者ビザ取って別れてるっていう人なんかも結構中にはいるみたいです。僕も一人いました、それで。ビザ取って別れたっていう人ですね。まあ詳細ちょっとわかりませんけども。で、その後に、別の方と再婚すればいいんでしょうけども、まあちょっとこれもやっぱり難しいですね。日本人妻と別れて別の日本人と結婚しようと思ってもできない。まあやる人はやるかもしれませんけどもね。夫が、女房がね、夫が日本人の場合、あとまだ奥さんが外、まあいろいろなケースあると思います。で、よくあるのがですね、不法残留、不法滞在していて、ビザの有効期限が切れてるにもかかわらず結婚しましたっていうと、これ、厳しくなっちゃうんですよ。今話題の難民の人と、難民申請中の人と結婚しましたと。だけども、自国に帰って再度手続きをして戻ってきてくださいよっていうのは、これちょっと難しいんですよね。ビザを持っている期間に籍を入れてうまく配偶者ビザを取らないといけないっていうそういうリスクがあるんですね。なんでもこの中のいくつかのうちのビザが有効期限内に配偶者ビザを取らないといけないということになります。で、不法滞在してしまった、ずーっと残ってしまうと、今度、そこから一旦帰って、配偶者ビザ取りますよっていう形になった場合ですよ。1年間は申請手続きできないんです。はい。立ってから申請の手続きができるんですね。自国に帰ってから。はい。だから、非常に厄介です。で、最悪なのは強制送還です。配偶者が強制送還されましたよと言って、まあ、強制送還されちゃった。だけど、自分の旦那、自分の女房が外国、日本にいるのでっていうことになると、5年間、待たないといけません。強制送還は5年間です。それで、まあ、簡単なことを言いますと、逆にですよ、配偶者ビザを向こうで申請して入るという場合は、日本人の夫でも妻でも一旦入管の方に手続きをしないといけません。配偶者ビザの。書面を持って、で、まあ、申請してホームを埋めて、それで、入国許可証みたいな書面が送られてきて、それを相手の国には、自分の外国人妻、外国人夫に送って、それで日本の領事館に行って手続きをして、それでチケットを持って入ってくるしかないんです。まあ、ここ入ったと同時になんか在留カードをもらえるみたいですけどもね。はい、はい。で、この配偶者等でもやっぱり、これはやっぱりマイナスになってます。やっぱりどの、肉親病者でもやっぱりこう、なんて言うんでしょうね。日本に合わなかったっていう方もいると思いますね。この二つ、留学と日本人の配偶者っていうのはやっぱりこう減ってますね。これはなんか、ちょっとこちらとは違うと思いますね。これはもう、自国に帰っても、結局早い話、お金にならないからっていうことでずっといるんじゃないのかなと思いますね。はい。これが、在留資格別不法滞在の一覧でした。